本当に世の中不条理だなと思ってね、理屈に合わないことをね平気で言う人がいるんですよ。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、田中麗奈さんの名言で、弱者になることで学ぶことがいっぱいある、感謝する気持ちとか世の中の不条理とか、ということでですね、田中麗奈さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。田中麗奈さんは女優、1998年 CM なっちゃんサントリーのイメージキャラクターに就任し注目を集める。同年10月、映画頑張っていきましょいでスクリーンデビュー。演技力の高さが評価され、実力派女優としての地位を確立した。現在では映画を中心に数多くの作品に出演しているということですね。確かに演技派女優だからこその名言って感じですよね。もう私なんか、まあ、言ってしまえば弱者中の弱者ですよね。ほんと、ポーンと蹴られてね、いつももうボコボコにされてやってる人間ですのでね、学ぶことってたくさんあるんですよね。本当に世の中不条理だなぁと思ってね、理屈に合わないことをね、平気で言う人がいるんですよ。まあ、コロナ禍だからこそいつも思うんですね。理屈に合わないことをなんでどうやってそうやってやるんですかって。飲食店も空いてないのに、飲食店で会いましょうとかね、平気で言う人がいるんですよ。ちょっとね、まあ、これがね、まあ、10代とかだったんですよ。20代とかだったら。もう、いい年ですからね、30超えてる人がね、そんなこと言ってるんですよ。いや、無理ですし。無理ですし、できないですし、やれる保証がないですし、なんか自分の頭の中でこう考えられないことをね、やっぱり言うんですよ。私はこうだからこれしかできませんとか言う。いや、これしかできません言っても、世の中は今この状態なんです。じゃあずっと待つんですか？待っててくださいで終わりなんですけどね。もうなんかそんな不条理いっぱいありますよ。理屈に合わないというかね、自分がって思ってね、突き進む人。まあ、ね、そういう人とか僕、相手にしたくないので、してる、まあ、仕事でも、もうそんな人はね、もういいやって思うんですけどね。はい、非常にまあ、そういう人多いなって思ってるんです。だから私、ずっと逆者ですよ。本当もう、脳みそで考えられない人がね、いるからこそね、ずっと自分弱者なんだろうな。なんか自分が強者だと思って相手を思ってるんですよ。もう、あなたたちは、まず、頭で物を考えてやってくださいっていうのがね、一つです。でまあ、感謝の気持ちがあればね、じゃあ、今この状態だったら違うやり方模索ないですか？方法ないですか？いろんなことがあるんですよ。もう私も YouTube こうやっててですね、思うんです。初めの頃、音声悪かったんですよ。もうコメント書かれました。いろいろ書かれてですね。もういいやと。ここでやめたらでも腹が立つからマイク買ったんですよ。そしたら今度ね、金属音がちょっと入るんですよ。やっぱりね、なんか金属音が入るなと。ノイズ入るなと思って、今度、ワイヤレスのマイクにしたんですよね。今だからね、これ、まあ、カメラこう離れていっても、音声は綺麗に撮れるんですよ。ワイヤレスのマイクなので。ね、外で撮りたいんですけどね。ただ、まあ、外でね、撮りに行っても、今、まあ、コロナ禍ですので、そんなことできないのでね。私も、まあ、こういった形で、今、やってます。まあ、もちろん、名編集なんていうのはずっとやり続けるので、この形でやりますけどね。でもね、最近思うんですよ。背景この状態じゃないですか。まあ、もうちょっとね、自分が出版とかしてね、ここに本並べてとか、やっていきたいなって。非常に、まあ、感謝して、いろんなこと言われて、やっぱり感謝して、腹立ちますけどね。腹立つけれども、
まあ、感謝してね、ありがとうございます。じゃあ直しますと言って直した結果がここまで来ましたので、私もどん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 この弱者の状態から抜け出すのためにね、頑張って感謝の気持ちと世の中の不条理をね、見ながら頑張っていきたいなと思っております。皆さんもたくさんあるんじゃないでしょうか。頭で考えてですね、なんでこの人はこうなんだろうと、なんでこの形にしかこだわらないんだろうっていう人たちがね、本当に多いことにね、不条理を感じると思います。はい、まあコロナ禍だからこそこう人を判定できるようなことがあるんだなって思うんですね。だからこそ今日もね、私も頑張っていきたいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。